9月21日午前9時21分アラームが鳴り携帯に地震警報が送られてきました地震の時は冷静に行動し壁か柱の近くに避難してくださいとの駅の構内放送です本当の地震かと思ってびっくりしました思わず大きな声を出しましたよ各テレビチャンネルでも地震情報が伝えられました同時に津波警報も発令されました これは国家防災の日に断層の移動のため台湾中部の消火圏でマグニチュード6.8の地震が発生したと仮定して台湾全土で行われた演習ですいいことですよみんながすぐに携帯を取り上げて地震警報を見ていました学校では子どもたちがすぐに机の下に潜り込んで身を守る練習をしていました 1999年9月21日に発生した台湾中部大地震を忘れないようにと9月21日は国家防災の日に定められています。今年はあれから20周年、人々の防災意識を高めるための演習でした。